そんな細かいこといちいち気にしていたら、いつかきっと他にもっと大きな何かを逃す。石橋とか叩いて壊す用心のしすぎにはほら、さすがにまだ慣れてないから、誰かについていくのもいい。必要とかこれは不要とか考える、空もこのビルもその体も同じように見えるわけもなく、やがていつかこの言葉が風に乗り流れていけば、いつかきっとさらにもっと大きな声になる。だからそんな細かいこといちいち気にしないで、我はずっとそこでじっと待ち続けているさ。とかまた小さいとか、そんなのどうせ勝手に溶けてく。あの人もこの人もそこの犬も同じようで違う世界にて、あの空もこのビルもあなたさえも違う形に。